ミロリーにあるハオリカ・マラオ教会地図ミロリーはアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島南部にある集落で粉地域でも最も南にありマウナロアさんが1926年に爆発した時の溶岩の上にあるミロリー集落にはハワイで最後の漁村などの看板があってハワイ先住民を中心に漁業が盛んであったが現在はバケーションレンタルをする人など様々な人たちが 住んでいる。九州落は電気が通じてないので太陽光発電などを使っていて、新集落では電気が通じていて、最近はこちらの人口の方が多い。九州落と新集落の間の道路の海側に、軍立のコミュニティセンターが現在建設中で、2018年末には完成予定。九州落には海岸に面して、ミロリービーチパークがあり、 パビリオンで様々な集会もできるようになっている。その向かいには、ハオリカマナオ教会があり、この建物は1868年2月5日の津波の被害にもかかわらず、残り、そのまま立っていて、ミロリーのシンボル的な存在である。ミロリーも多少有名になる機会があった。1962年には、エルビス・プレスリーの映画、ガール、ガール、ガール、 彼の成果として、背景を撮影するのに撮影隊が数週間、滞在したが、映画の初めの方で数秒出るだけだった。ここ出身のハワイ音楽歌手のダイアナ・アキが、1970年代には、レコードを出したり、リゾート地のディナーショーで歌ったりした。ミロリーは、カイルアコナから、ハワイ州道11号線で33マイルのところで、右へ、ミロリー道路を、 高台から一気に5マイル海岸へ下ったところにある。海岸近くなると、まず新集落への入り口が右にあり、そのまままっすぐしばらく行くと、旧集落がある。ありがとうございます。